こんにちは、小次郎です。今日は底物の紹介をしたいんですが、底物といっても皆さんが考えている底物とちょっと違うかもしれません。それは南テナガエビさんです。オスかメスかはわからないんですけれども、図鑑によるとオスの方が大きいようです。で、大きさも大きいんですが、長生きもオスは3年ぐらい生きるそうです。で、延岡にいるテナガエビは圧倒的に南テナガエビが私の周りには多いです。南テナガエビというのは南の M という文字が、胸部、胸の部分に見えるので、南テナガエビと識別できるわけなんですが、10脚類、足が10ついありますので10脚類なんですけれども、その爪が南テナガエビよりも、若干長さが違うようです。毛の多さも違うようですので、ものすごく細かく見ると、違いはわかるようですが、もう私はそんな細かいところを見る男ではありませんので、M というアルファベットの文字があると南だと言ってます。もう雑なんですけどお許しください。でこの南テナガエビくんなのかさんなのか、南くんか南さんか分かりませんが、この答えはなぜか、私の手に乗って餌を食べることもあります。少なくとも私が来たら逃げるんじゃなくて足音か何かで分かるようです。目で見て分かるのかどうかは分かりませんけれども、ともかく、人を見て恐れるんじゃなくて、私を見て寄ってくるという、魚ではよくそういうことはありますけれども、十脚類、こういう、テナガエビの仲間さんたちにとってはこれは非常に珍しいことかなと私もびっくりしてます。ちなみに水槽の中でも十分に飼育することができますご覧になったら分かるように、いろいろな、よしのぼりの仲間さんたちがいっぱいいます。宮崎の小湯のあたりではいっぺこっぺって言いますけれども、いっぺこっぺ夫ですね。まあこんな魚があっちこっちおって、延岡でもこういう吉野ぼりはゴモクロと言います。で、このテナガエビは宮崎県地方では広くダクマエビと言います。生命なのか聖子ちゃんなのか分かりませんが、おります。早いとこ別居しないとと思いながら、まあ可愛いんで今日も同じお家で一緒に住んでいます。まあ面白いですよ。こういうものたちを水槽で買うのもとっても面白いと思います。以上、小次郎でした。またさようなら。今度